Hi, nice to see you again. We are pleased to bring you the final episode of The Precious Resurgence at last. Though I said the final episode, it's not over yet. Please wait for a long or while to see what comes next. We won't make you wait long. おべのめさん、こんにちは。FF11 プロデューサーの松井です。はい、こんにちは。ディレクターの藤戸です。3月の FF11 ダイジェストのお時間です。今月は特設サイト We are Vanadir で過去 FF11 に関わった方から寄せられたコメント集を公開、コメント集の公開を予定しています。はい、あんな人からこんな人まで非常に多くの、素敵なコメントが集まりました、どうぞお楽しみに、うん、はい、それではですね、今回のバージョンアップ情報についてお知らせしていきます。プレイした感想やフィードバックは公式フォーラムまでお寄せください。最初はアンバスケートです。今月は1章がサハリン族、2章がポークシー族です。どちらも、復刻のバトルですけども、それぞれ調整など入っているんでしょうか。はい、1章のサハリン族戦は、ボスの状態所への累積耐性を削除し、静寂状態にした際の継続時間を伸ばしています。お供はリポップする間隔が伸びるほか、大ダメージを条件に発動する特殊技については発動条件になるためダメージを1万から2万2222に引き上げています。はい、全体的に戦いやすくなる調整が入りましたね。2章の調整はどうでしょうか。はい、2章フォークシー戦ではですね、ボスとお供の HP をそれぞれ引き下げています。シンプルに倒しやすくなっていると思います。はい、ありがとうございます。その他、アンバスケードの調整詳細はバージョンアップ情報をご確認ください。続いて粛清のエンブリオについてです。今月は第11回の前編が追加となります。いよいよこの物語もクライマックスが迫ってきました。今回はなんと皆さんの所属国のモグハウスにいるモーグリからお話が始まります。うん、レンタルハウスでは始まらないので、我が家に帰ってみてくださいね。今回も序盤から驚きの展開が待ち受けています。どうぞお楽しみに。はい、続いてソーティーについてです。検証に時間をいただいていた予約順の追い越し対策を行いました。はい、今までの、予約の処理はですね、うん、予約の時に割り当てられたレイヤーエリアの空きを待つという仕組みでしたが、うん、今月からは空きが出たレイヤーエリアに対して突入予約をしているプレイヤーを順次振り分けていく仕組みに変更しました。はい、この調整によって、突入の追い越しが発生しにくくなります。先月のレイヤーエリア追加と合わせて引き続き混雑状況については注視していきます。続いてその他のアップデートについてです。まずは先月追加されたタームフィルターの機能をアップデートしています。フィルター用のテキストファイルに文言を入力する際に、行の先頭に特定の文字列を加えることで大文字小文字、全角半角、スペースの有無などを区別しなくしたり、名前を検索対象から除外するといった、フィルターの条件を細かく設定できるようになります。追加された機能の詳細についてはバージョンアップ情報をご確認ください。はい、あと皆様から報告が寄せられたリンクシェルコンシェルジュを使ったハラスメントに対応する更新を行っています。今回のバージョンアップから、リンクシェルコンシェルジュコンシェルジュへの登録には、うん、キャラクター作成から45日以上の経過が必要になります。はい、こちらは捨てキャラを使ったハラスメントへの対策となっています。
それでは今月の FF11 ダイジェストはここまでです。また次回のダイジェストでお会いしましょう。 See you! またねー。